はい、明日の高須のパークね、月曜日、来る予定でいる人に、対して情報を流したいと思います。ちなみに僕は高須のパークとダイナランドを中心にやってる、チャンネルです。はい、まあその他のね、積雪とか雪質だとかね、コブだとか壁楽しめるのかどうかとか、混雑状況とかね、その辺は他の動画も見てください。とりあえずね、明日の月曜日、12月6日の月曜日ですね、来る方はね、まずね、午後からね、明日雨なんですよ。ただ1ミリだったかな、2ミリだったかな、そんなまあ強い雨ではないんだけど、高須が雨っていうことじゃなくて、スキー場が雨です。うん、気温が割と高いし、まあ雨確定だと思うんですけど、で午後が、午前中がね、曇りなんですよ。だから曇りのうちは楽しめるけど、午後から雨っていうことになります。で、昨日も今日もね、柔らかいんですよ、雪が。でケツパッドね、いらないぐらいです。こういう、まあ時々硬いとこもあるけどね。でリフト乗り場も柔らかいです。で明日も、明日ね、もう今夜ちょっと固まって、ちょっと硬くなるかもしれないですけど、ケツパッドはまあ柔らかめなんで、まあいらない人はなしでもいいかなと思います。あとね、で、平日だとね、すぐと思いますよ。で、リフトのね、今日日曜日ね、リフトをどれぐらいの、時間並んだかとかね、まあそういうのも他の動画見てください。だから平日だから雨降るしね、明日はガラガラでね、すごく快適だと思いますよ。で、人工雪以外のところもね、自然雪のところも滑れるから、広々してるし、っていう感じでね。うん、コースはまあまだまだ限定されてますけどね。あとジグ関係もできたし、ちっちゃいけどね。まあそれもね、他の動画見てください。なんで、明日雪降って、明後日ね、で1週間ね、晴れなんで雪は降らないんで、壁関係、こういう壁あるじゃないですか。今も壁にこう座っとんだけど、壁ね、楽しめるのはね、まあ、再来週はね、ちょっと溶けちゃうかもしれないですね。再来週、まあ雪が降ればいいんだけど、まあ少なくても来週のね、まあ今週というのか、今から7日間ね、晴れなんで明日だけ雨でね。だから壁関係さ、自然雪が40センチぐらい、30センチぐらい積もってるだけなんで、ひょっとしたらね、土が見えてくるんで遊べなくなっちゃうかもしれないですね。あと、川があるんで、ロープ張ってあるんですよ。部分部分。で、このロープ張る部分、エリアが広がるかもしれないんで、まあ壁で遊ぶなら、まあ明日、今日明日ぐらいまでですね。まあ明後日から壁がちょっとね、進入禁止みたいになってくると思うんで、っていうとこですね。はい。以上です。じゃあね、チャンネル登録お願いします。バイバイ。